津島神社は、香川県三豊市の北部に浮かぶ津島にある子供の守り神として信仰を集める神社。津島本殿大祭期間以外の津島橋島から本土川を見る津島神社の本殿は津島に建てられており、橋で結ばれた海岸沿いには、本殿以外の祈祷殿や三州殿、社務所などが松林の中に建てられている。島と対岸を結ぶ津島橋は、 夏季大祭の期間中の前後以外は通行禁止として、入り口が封鎖されて、橋桁に敷き詰められる板も外されている。この橋は、昭和8年に、当時の大見村長、倉田矢次郎が、北起人となり架橋されたものである。宝永3年に本殿が造営されたと伝えられている。祭人は、菅の命である。牛馬の神と子供の守護神として信仰され、大正後期あたりより、 子供の守り神として親しまれている。昭和27年に津島神社より現在の津島神社に改められた。海岸部分は潮干狩りができる遠浅の海岸で浮世絵師、歌川広重が諸国名所百景、佐抜久保屋の浜として描き、新佐抜百景、四国の水辺八十八箇所の一つに数えられるように本殿の光景には、 瀬戸内海の島々が広がる継承地でもある。2015年5月10日には、最寄りの臨時駅である津島の宮駅開業100周年を記念して、通常は柿体祭事のみとなっている津島橋が通行可能とされた。ありがとうございます。